宮尾城は、広島県廿日市市宮島町にあった、日本の城。別名ぐルのお城とも呼ばれる。城を含む島全体が、国の特別史跡及び特別名称に指定され、瀬戸内海国立公園の一部でもある。五福島北西にある溶岩山と呼ばれる標高30メートルの丘を中心に築かれた連閣式平山城である。宮島の手法である未線から繋がる。 半島部分を利用しており、二つの高所を城の中心とし、周囲に核が作られた。現在、溶岩山と呼ばれている高所が主角であったと考えられる。また、木内の二つの高所を断ち切るように掘り切りが築かれた。土塁等の防御施設も存在した可能性はあるが、現在、その痕跡は認められない。当時は、城北部の山麓まで海が迫っており、 三方が海に面して水軍の運用も可能な城であった。そのため海上から物資の搬入や援軍も容易に入場することができた。天文24年の五福島の戦いでも孤立した宮尾城へ、毛利家臣、熊谷信長、公直、直清、郝誠、と三須隆京らが援軍として入場している。陰徳太平家を出展に宮尾城は、 五福島の戦いを前に戦時急増の雑な城と一般的には考えられていたが、一時資料の棚森ふさあきおえきによると書室は天文23年4月11日で毛利軍に占拠されたとの記載があり、それ以前に大内氏によって上郭が築かれていたことが推測される。毛利氏の占拠後に妊婦仙人を使って1ヶ月程度武進され、 構造や防御力を強化されて、五福島の戦いに使用された。この時期の城には珍しく、脆く崩れやすい地盤を固めるために石垣も使用されている。陰徳太平記では、毛利元成が春方を宮島に誘引するおとりとして、宮尾城を築き、計略を巡らしたとされるが、実際は、大内軍の軍事行動では、必ず五福島に寄ることが通例となっていた。 毛利元成が、五島の戦いに先立って築城したとされることが多いが、実際は、五島の戦い以前から存在している。天文23年4月、防芸引き分けにより、五島を占領した、毛利元成はこの城に万兵を置き、修復に着手。5月に、東春方軍が、海から襲来したが、その上陸を阻んだ。天文24年10月1日、 五津島の戦いが起き、毛利側が勝利した。その後、宮尾城の処遇は不明である。ありがとうございます。